皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。リスニングの練習をしていきましょう。今日のトピックは風です。はい。つい最近まで私は風をひいていました。もう治ったんですが、この風についての単語やフレーズを 皆さんにシェアしたいと思ったので、このビデオを作りました。ぜひ最後まで見ていってください。この動画には4つのステップがあります。まずはじめに私がゆっくりのスピードでパッセージを読みます。そして次に今日のパッセージに出てきた便利な表現についていくつか説明します。 3番目に今日のパッセージに出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。最後に今日のパッセージをもう一度、次はネイティブのスピードで読むので、皆さんはどれくらい聞き取ることができるかに挑戦してみてください。それでは始めます。風。最近。 一週間ほど風邪をひいてしまいました。少し気温が下がったタイミングで薄着で寝てしまったのが原因だと思います。朝起きると喉が焼けるように痛くて咳が出始めました。いつもなら 薬を飲んで一日休めばすぐに症状が治まるのに今回は日に日に咳が激しくなりました病院に行くか悩みましたが熱や体のだるさはなくただの風邪だろうと思ったので病院には行きませんでした 家に常備薬があったので、それを飲み、薬局で喉飴を買いました。早く治すために気をつけたことは、水分補給をたくさんするということと、野菜のたくさん入ったスープを飲むことです。また、蜂蜜と 生姜を入れた温かい飲み物を作って喉をケアしました。体を休めるために時間があれば横になるようにしました。そのおかげもあってだんだん良くなってきました。幸い体調が悪くなった時期は特に 大きな予定がある時期ではなく、誰かに迷惑をかけることもなかったので、よかったです。また、来週から予定がたくさんあるので、忙しくなる前に風邪が治ってほっとしました。次に、今日の文章に出てきた便利な表現を紹介します。 まず、喉の,の痛みを表す表現をいくつか説明します。一つ目は、焼けるように痛いです。これは痛みがかなり強い時の表現です。次に、ヒリヒリするです。これは痛みを表すオノマトペです。次は、 喉が腫れているです。これは喉の内側が膨らんでいる、盛り上がっている状態のことです。次に、息がしづらいは呼吸をするのが難しく苦しい時に使います。最後に、声が出しづらいです。これは、 喉の腫れや痛みによって話すのが難しい時に使います。病院でよく聞かれる質問に、今日はどうされましたかがあります。これはどんな症状ですかと同じ意味なので、先ほどの表現を使って説明するといいでしょう。 次です。日に日にとは毎日少しずつという変化を表す言葉です。例文です。彼女のピアノは日に日に上手になっている。彼女のピアノは日に日ににに上手になっている私たちの赤ちゃんは日に日に大きく成長しています。 私たちの赤ちゃんは日に日に大きく成長しています。毎日暑い日が続いていましたが、9月になって日に日に涼しくなっていますね。毎日日日日暑い日が続いていいがが、続てててまましした9月にににななって日に日に涼しくなっ涼くすね。次です。そのおかげもあって、とは、誰かの行動や 存在がいい結果につながった時に使います。おかげでと似た表現ですが、いい結果の理由が一つではない時に、おかげもあってと言います。例文を見てみましょう。結婚式にサプライズゲストが来てくれた、そのおかげもあって、 忘れられない思い出になった。結婚式にサプライズゲストが来てくれた。そのおかげもあって忘れられない思い出になった。この例文ではサプライズゲストが来てくれたことによって忘れられない思い出になったのですが、それ以外にも理由があるので、おかげでではなくおかげもあって という表現になっています。最近、本をよく読んでいます。そのおかげもあってか、話し方が上手とよく言われます。最近、本をよく読んでいます。そのおかげもあってか、話し方が上手とよく言われます。この例文では、本を読んだことだけが理由で、 話し方が上手になったわけではないので、おかげもあってという表現になっています。おかげもあってかという風うにかがつくと、確信があるわけではなく、そう思っているというニュアンスになります。最後の表現です。ほっとするとは、安心する という意味です。リラックスするという意味もあります。例文です。テストに合格してほっとしました。迷子になっていた飼い猫が見つかってほっとしました。 彼と一緒にいるとほっとします。彼ととと一緒にいるとほっとしますそれでは次に今日の文章に出てきた単語を私の後に続いて発音してみましょう。風を引く気温薄着原因 焼けるように痛い。咳。薬。症状。収まる。日に日に。激しくなる。病院。熱。体のだるさ。常備薬。薬局。喉飴。 水分補給、野菜、蜂蜜、生姜、横になる、案内する、そのおかげもあって、幸い、体調、時期、予定、迷惑をかける、 来週、忙しい。それでは次に今日の文章をネイティブのスピードで読みます。風。最近一週間ほど風邪をひいてしまいました。少し気温が下がったタイミングで薄着で寝てしまったのが原因だと思います。朝起きると喉が焼けるように痛くて、 咳が出始めました。いつもなら薬を飲んで一日休めばすぐに症状が治まるのに、今回は日に日に咳が激しくなりました。病院に行くか悩みましたが、熱や体のだるさはなく、ただの風邪だろうと思ったので、病院には行きませんでした。家に常備薬があったので、それを飲み、薬局で喉飴を買いました。 早く治すために気をつけたことは、水分補給をたくさんするということと、野菜のたくさん入ったスープを飲むことです。また、蜂蜜と生姜を入れた温かい飲み物を作って、喉をケアしました。体を休めるために、時間があれば横になるようにしました。そのおかげもあって、だんだん良くなってきました。幸い、体調が悪くなった時期は、 特に大きな予定がある時期ではなく、誰かに迷惑をかけることもなかったので、良かったです。また来週から予定がたくさんあるので、忙しくなる前に風邪が治ってほっとしました。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか皆さんは風邪をひいていないですか季節の変わり目なので、風邪をひかないように注意してください。 では今日の動画がいいねと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録そして p a t r e o n ではメンバーオンリーのエピソードやオーディオ、ebook などを配信しているのでそちらもぜひ見てみてくださいではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ